よし、やっていこう。ゲットレディーということで。どこ脇かな？寮に近かったら寮直行で、それ以外だったら、なるほどね。ザビアが落ちてるな。拾っていくか。そう、間違って。そう、サーマイトもあるね。こんなところかな。ここはそこだから。一旦オールドバスステーションの中入っちゃおうかな。いるね。まずいまずいまずい、あちこちがいいし。あれ？あ、一応すべて出血は止まったのか。出血以外がえぐいけど。なるほどね。前にプロピタル使っちゃおう。で、CMS で直そう。そう、鎮痛はちゃんと残ってて。あと何箇所？合計3箇所ぐらい行ってたよね。そうだよね。ところですな。腹がやべえ。腹で、ね、胸か。胸が結構激動ですね。ルーパーだ、モーラを。なんか基本的に上位互換みたいな感じの装備してるな。感じかな。
肝も込めたい。こうか。肝も込めたいし、どうしよっか。CMS はこれもらってこう。逆にこの辺は使うかもしれないかな。まあこんなところかな。投げる練習をここでしておくと。よし、さすがにここは多分浅いの後だろうな。やっぱそうだね。なのでMDR、 なんでこのトンネル出るんだ。アプロピタルのあれか、デメリット的なやつか。なるほどですね。僕はタスクをこなしに来てるので、このままサラサラっと漁りながらタスクをこなして帰っていきたい所存。持っていくよ。えぐい音してんね。HP はフル。お家に帰りたいが、
ちじゃねえ。そっか、向こうを挟んないと。向こうでかこっちか。こっち挟んないといけなくて。開いてるね。これこれこれ、何がこれ。鍵いらなかったな。でもこれだと結果的に見ると、それさ、 S ケースなんだ。持って帰ろう。あ、鎮痛なくなっちゃうな。あ、重すぎてこのままだとダメなんだ。ジャンプ一つできないんだ。ちょっと待とうか。あん中入りたいけどね。ふうふうふう。ちょっと待って。114見て、どこで帰ろう。スマガーズボート見るか。特に。関係はないね。待って、チチンはこれだ。これの、あ、これだ。このケースだ。オッケー。ケース確保。あとは祈祷するだけ。力出れねえのか。まあじゃあ正面玄関から出ていこうか。マジ？ボロって言われたね。
やばっ、ボアと。バレクイソタ。え、全然知らないんだけど。危な。あれか。お、このタイミングで呼吸物資？こっちみち向こう渡りたいから、向こうに降りたら落ちたらトリックが落ちなかったら、さすがにね、さすがに落ちたー。しかねえ。あそこにあれいるな。スカブ行ったな、今対岸に。まずい。このタイミングで石を直す。やっぱり撃ってきたー。これ本格的に操作方法を見ないとまずいな。分かった、こうだ。
どこにいる？おお、なんか別のタスクも終わったな。ラッキーだけども、喉の渇きにマジで抗えない。52秒か。ワンマガだけ潤してあさるか。辛抱強いなアイテム。重出血か。どこにいるんだろうな。それにしても全然わかんねえや。上見えないんだよな。あと4分。マジで時間がない。水もない。まあこのワンチャンスであの二人倒せなかったらさすがにそのまま帰ろっか。あ、ダメかな。さすがにこれは入るか。あ、死んでしまったら意味ないしな。帰ろう。
いや、悔しい。どこにいるか全くわからんだけに、マジで悔しい。よしと、結構経験値いただきそうな、今回。なるほどね。いや、マジで物資危険だな。夢あるけど、いや、あされたら嬉しかったんだけどな。ボコボコに穴開いてるな、今の僕の体。めちゃめちゃ撃たれたね。さて、本日の成果はというと、しれっと4万ぐらい手に入ってんだよな。現金4万ルーブル。まずこれがうまい。で、これ以外にも、この辺が、トルーパーとかももらえてるしね。なんならもらえてる。4万は。もらえてるし、まあ他のももらえてるし、まあ使ったアイテムもあるとはいえ、結構まあいい感じだね。まずこの、MDR が素直に嬉しい。とかね。あと、この辺かな？この辺もいただけたって感じですね。リグ含めて。これとか何本出れる？ 1 万3000なんだ。まあいいか。MDR12 万か。めちゃめちゃ高いね、これ。嬉しいな。12万相当のものが手に入ってしまった。お、SKS のサプレッサー3万もするんだ。いいね。で、まあこれも美味しかったんだけど、これよりも今回は、あれですね。メインはタスクをやるっつってやってたんだよね。で、できたタスクが、家が、これ、たまたまっていうのはあれだけど、痛みを感じてる状態で、敵を倒せみたいなやつだね。それが終わりましたと。で、なんかいろいろ解放されましたと。はい。で、セラピストのケースを持ってこいっていうファーマシストはね、このタスクもクリアしまして、お、めちゃめちゃいっぱい出てきたな。おや。えぐい量入れろって言われてたけど、今。なるほどね。で、カーバッテリーかな？カーバッテリーを入れてください。よいしょ。プラグを入れてくださいのミッションも終わり、怒涛のラッシュ。はい。で、リザーブがどうちゃらって書いてあるね。で、あとは、プラパーか。プラパーのタスクが終わったね。このフォルダを持ってきてねってやつです。はい。無事終わりまして、アイスクリームコーンズってやつが手に入りまし、手に入って、ね、タスクが始まりましたって感じですか。はい。AK の60連マガジンを持ってこいって話だ。なるです。はい。まだ持ってないので、収めれませんが、まあ、そんな感じでしたと。いうことで、今回結構タスクガツガツ、クリアできてよかったね。レベルは上がってないけど、特に上がってないけど、あ、でももうすぐ上がりそうってところまで来てるわ。いいね。はい、ということで、今回はカスタムに行って、タスクをこなしつつ、ワンチャン救援物資も中見れたら嬉しかったんですけどね、って感じでしたね。ちょっと、狙撃手に阻まれました。残念ですが、まあ、あれは僕も相手も、どっちも勝敗つかなかったんで、どちらも奪えない物資になっちゃいましたね。はい、ということで、今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。